どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。皆さんはご存知でしょうか。遊戯王デュエルリンクスというゲームの環境を崩壊させた4枚のカードを、今日はですね、遊戯王デュエルリンクスというゲームにおける禁止カードについて解説をしていきたいなというふうに思っております。リンクスをやったことがない方も、ただの遊戯王トーク動画なので、よかったら聞いていっていただけると嬉しいです。遊戯王デュエルリンクスというゲームの特徴についてなんですが、遊戯王デュエルリンクスというゲームはリミットレギュレーションというものが存在しておりまして、ここに指定されているカードは指定枚数までしかデッキに入れることはできません。その中でも禁止カードに指定されているものは1枚も使うことができなくなるわけです。ちなみに皆さん、リンクスに禁止カードが何枚あるかご存知でしょうか。正解は4枚、4枚しかないんですよ。ちなみに OCG だと85枚、85枚あります。今日はデュエルリンクスで禁止カードに指定されてしまった4枚のカードについて、なぜ禁止になってしまったのか、そして同時に当時どんな悪い動きをしていたのか、どんな滞在を犯していたのか、これについて解説をしていきたいなと思います。禁止ファイルナンバー1、禁止ファイルナンバー1、デビル・フランケン。デビル・フランケンさん、どういう効果を持ってるかっていうと、5000ライフポイントを支払ってエクストラデッキから融合モンスター1体を攻撃表示で特殊召喚するという効果を持っております。彼は本当に滞在人でした。本当に滞在人。まずは帰省された時の、帰省文をどうぞ。こちら、1ターン目から一方的な展開に持ち込むことができるため禁止としますと。まさにですね、まさに一方的なデュエルが可能でございまして、当時このカードを使う、人間デュエリストに対して我々が言っていた一言はこちら、壁とやってろ。この人ですね、このカードが禁止になる背景にはあるカードの存在がございまして、そのあるカードの存在と、あとあるスキルの存在ですね、あるスキルの存在。このカード何かっていうと、皆さんもよくご存知かもしれませんが、お邪魔キング。このね、お邪魔キングというモンスターが本当に凶悪で、効果は使用していないモンスターゾーンを3箇所使えなくするよという効果を持ってるんですよ、お邪魔キングは。これはリンクスにおいては実質対話拒否です。モンスター同士の殴り合いを想定して作られているゲームで、モンスターを出させないというあまりにもクソしよう、これを先行で特殊召喚することができれば、相手はモンスターを出すことさえできません。リンクスはモンスターゾーンが3枠しかないんですよ。3枠しかないんで、もうお邪魔キング出されたら、お邪魔キングを処理できない時点で負けです。なんでかっていうと、絶対にモンスターが出せないんで。そしてさらに凶悪だったのは2枚目、お邪魔キングだけではなかったんですよね。超魔導騎士ブラックキャバルリー、このモンスターをお邪魔キングの横に並べておくことによって、お邪魔キングを対象に取ってきた魔法トラップカードの効果などを実質無効化します。例えば当時流行っていたバージェストマカナディアですとか、狡猾な落とし穴などのカードからお邪魔キングを守ることによって、盤面ロックをより強固なものにしていた。要するにお邪魔キングが処理することができなくなるということですね。ではこのモンスターたちをどうやって並べていたのか、2体展開するっていうことは結局、1万を超えるライフポイントが必要になりますので結構難しいんですけれども、これを可能にしていたのが、あるスキルなんですよ。あるスキルの存在とは、これはライフコストゼロというこのスキルですね。このスキルテキスト一応読みますが、ライフコストゼロ、ライフポイントが1000以下の場合、次の相手ターン終了時まで自分は一度だけカードを発動するために払うライフポイントが必要なくなる、必要なくなるんですよ。つまり5000ライフポイントを払わなくてもデビルフランケンの効果を発動することができてしまいました。このスキルはデュエル中に一度しか使用できないと書いてあるんですが、ちなみに昔はこのデュエル中に一度しか使用できないという文言さえもありませんでした、昔は。なので何回でもデビルフランケンの効果を発動することができました。ライフポイント1000以下にすることによって、
例えば昔で言うと神の忠告とか、まあ、ライフコスト3000ぐらいあるねトラップカードなんですが、まあ、これを発動して相手のショットを潰しながら自分でライフを削ってスキルを発動したり、まあ、あとは、リンクス特有のムーブなんですが、このデビルフランケンさんをの効果を発動するためにはですね、ライフポイントを増やしてあげないといけないんですね。なので、例えば治療の神ディアンケトなどを連発しまして、まず初手でライフを6000くらいにしてからディビルフランケンの効果を1回使ってライフポイントを1000以下にし、その後に、ライフコスト0を使ってキャバラリーを展開するみたいな、こういった動きが許されていました。ただの対話拒否、こうしたコンボはあまりにも対話を拒否しており、健全なカードゲームのバランスを侵害しているとして、デビルフランケンさんは2020年10月の14日禁止カードへと指定されてしまいます。禁止ファイルナンバー2。禁止ファイルナンバー2はそう、隣の芝刈り。この隣の芝刈りというカードなんですが、まあ、効果はですね非常に、まあ、単純で、自分のデッキの枚数が相手よりも多い場合、デッキの枚数が相手と同じになるように自分のデッキの上からカードを墓地を送る、まあ、要するに自分のデッキの方が多ければ差分がね全部墓地に行くと、こういう非常に強力なカードなんですよ。要するに自分のデッキの枚数を多くしておけばめちゃくちゃ墓地を肥やせるということなんですね。ちなみにタイミング的にはデビルフランケンさんと全く同じ時期に禁止化に入っているこのカードなんですが、ではこのカードの何がいけなかったかっていうと、まあ規制分をまずは見ていただきましょう。規制分こちら、デッキに入れることができないカード、隣の芝刈り、この1枚で勝利を確信できるほどに有利な状況を作り出せるため禁止にしますと、まあ、こういう分、まあ、こういう分だけだとね、まあ何が強かったのかっていうのは分かんないと思うんですが、このカード何がいけなかったのかと、この言葉ご存知でしょうか皆さん。墓地は第2の手札、まあ、墓地は第2の手札とはよく言ったもので、特に相性が良かった環境デッキっていうのがいくつかありまして、例えば知らぬいデッキ、まあ、それから魔導書デッキ、ライトロードデッキなどなど、まあ本当たくさんあるんですけども、特にですね知らぬいデッキとの相性が本当に抜群でございまして、知らぬいデッキというのは墓地からアドバンテージを稼ぐ能力が半端じゃなくて、手札消費なしで墓地からモンスターをシンクロ召喚したり、墓地から除外するとカードを破壊したり、まあ、相手の攻撃を止めたりというね、カードをたくさん墓地に置くことができました。まさに攻撃にも強く防御にも強い、そんなデッキが知らぬいデッキ、そしてその戦略を可能にするのがこの隣の芝刈りというカードでございました。隣の芝刈りが生きていた環境ではあえて自分のデッキの枚数を厚くして対抗するなんていう戦術も生まれているほど、まあそうした頭がおかしい墓地肥やし能力が問題視されまして、2020年10月の14日禁止カードへと指定されてしまいます。禁止ファイルナンバー3、禁止ファイルナンバー3はこちら、召喚獣コキュートス。このモンスターに対しては拒否反応を示すプレイヤーも多いかもしれません。このカードはとにかく硬すぎました。耐性があまりにも硬すぎました。効果なんですが、召喚師アレイスタープラス水属性モンスターで召喚できるモンスターでございまして、このカードは相手の効果の対象にならず相手の効果では破壊されないというあまりにも強力な効果を持っております。このカードは表側守備表示のままで攻撃できますし、その場合攻撃力の数値を適用してダメージ計算を行うよという、まあ、そういうね、効果もついているんですが、とにかくこの丸一番の効果が硬すぎました。とにかく突破するのが本当に難しかった。並大抵のカードではこのカードの前に手も足も出ません。ちなみに規制された時の文章はこちら、召喚獣コキュートス、このカードの攻略難易度の高さによりデッキ選択の余地が狭くなっているため禁止にします。もうおっしゃる通り、デッキ選択の余地が極端に狭くなっていました。召喚獣コキュートスを突破できないデッキには価値がないと言わんばかりの環境でございました。環境的にとにかく対象に取るが基本でございまして、例えば
当時デュエルリンクスで流行っていたカードは、まあ、今でも流行ってるんですが、狡猾な落とし穴であるとか、まあ、バージェストマカナディアであるとか、まあ、こういった対象を取る効果によって相手のモンスターを、まあ、制圧していったり除去していったり、すると、まあ、こういったことが基本的な戦術になっている上で、この召喚獣呼吸トスはそういった全てのカードの効果を実質的に受けません。そして問題点としては、新ワールドのカードや新パックのカードが軒並み対象に取るカードだらけでございました。まあ、エクシーズワールドが実装された時も、まあ、召喚獣呼吸トスさんは環境に居座っていたわけですが、まあ、エクシーズ環境をエクシーズカードを売りたい、エクシーズモンスターたちを売りたいんですが、そのエクシーズモンスターたちが軒並み対象に取るカードだらけなので、呼吸トスを突破できません。当時召喚獣呼吸トスが皆さんデュエルリンクスプレイヤーから何と呼ばれていたかご存知でしょうか。そう、新パック売上ストッパーと、こういう風に呼ばれておりました。新パックのカードたちが、まあ、軒並み呼吸トスを突破することができないという状況があったため、新パックで楽しもうとするリンクスプレイヤーに対し、それ呼吸トス抜けるんですかというセリフが横行しておりまして、当時このセリフが大流行しております。ちなみにこのセリフ、2020年リンクス流行語大賞、流実況チャンネル調べとなっております。診断で呼吸トスを抜けないのであれば、呼吸トスを使い続ければいいよねという話になりまして、診断の強そうなモンスターが呼吸トスの前で全てクソザコ呼ばわりされてしまいます。こうした環境を受けまして、コナミはやっと気づいたんでしょうね。このカードの存在が新パックの売り上げを低迷させているということに。これによって2020年12月の15日禁止カードへと指定されてしまいます。ちなみにこのカード、防御性能が高い割に自分から攻撃していくことがあまり得意ではなく、デュエルを停滞させるカードとしても有名で、公式大会や非公式大会などで呼吸トスを出されてお互いに膠着状態が続き、挙句の果てにデッキ切れまで待つというクソ戦術で勝敗が決まるということも珍しくありませんでした。まあ、こいつがここまで強いですから、ブルーアイズカオスマックスドラゴンやブルーアイズオルタナティブアルテンドラゴンは一生デュエルリンクスには来れないでしょうね。禁止ファイルナンバー4、禁止ファイルナンバー4はこちら、局所的ハリケーン。このカード、皆さんお世話になったことも泣いたこともあるでしょう。効果はフィールドにセットされている魔法トラップカードを全て持ち主の手札に戻すという非常に強力な効果。1枚で相手の魔法トラップカードを最大3枚も無力化することができてしまいます。リンクス史上最強の魔法トラップ除去カードと言っていいでしょう。このカードの存在から、先行で、魔法トラップカードを多めに敷くようなデッキ、まあ、わなびデッキと、言われているデッキですね、わなびデッキ非常に下火になってしまいました。このカード、特にデッキを選ばずにどんなデッキでも採用することはできますが、まあ、特に相性が良かったと記憶しているデッキは、まあ、ドラグニティデッキであるとか、まあ、オノマトデッキ、それからヒーローデッキ、まあ、カラクリデッキなんかも確か入ってたような記憶がありますね。あとブラックフェザーデッキなんかも、昔は入っておりました。当時こうした活躍していた、様々な高校ワンキルデッキが可能なデッキからこのカードが飛んできて、伏せてあったカードが全て水の泡となって消えるという瞬間は、リンクスプレイヤーであれば一度は体感したことがあるでしょう。このカードが禁止されてしまった理由は、まあ、コナミの売上的な戦略もあるんじゃないかなと私は予想しておりまして、当時サイクロンやコズミックサイクロンがパックに入っていたんですが、まあ、こういったカードの売り上げを伸ばす目的があったのかもしれないなと個人的には予想しております。当時はね、新パックのデッキの、まあ、メインギミックに、まあ、バック除去がないという、まあ、そういったデッキの場合は脳死で局所を積んで、局所的ハリケーンを打ってワンキルしていくという、まあ、暴れ回るという、まあ、こういったね、戦略がまあ横行しておりまして、ちなみに当チャンネルでの局所的ハリケーンの、まあ、俗称というか通称、こちらはね、挨拶と、通称挨拶と我々は呼んでいました。局所は挨拶という名言を残したのは、当実況チャンネルが、まあ、初めてなんじゃないかなというふうに思っております。めちゃくちゃ個人的な話をするんですが、私このカードが本当に好きでございまして、この局所は挨拶という言葉乱用しておりました。
新パックのデッキとりあえず局所積んでワンキルするっていう活躍の場が、まあ、失われてしまったのは非常に悲しい、実は悲しい。ただし、まあ、魔法トラップカード、まあ、サイクロン、コズミックサイクロンを売れなかったという、まあ、見方もできると思いますが、2021年7月の9日禁止カードへと指定されてしまいます。私はこのカードが大好きでしたので、また環境に再び戻ってこれることを切に願っております。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。動画の感想はコメント欄にて受け付けておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。では。